ちは。こんにちは。4月の24日の金曜日の祝日でスポーツの日です。本日はベリーエの畑、家の横の畑なんですけれども、そこをちょっと見ていきたいと思います。じゃあ開けていって、はい、何とか、うん、開けやすいやつで、うん、だって洗濯バサミをしてるやつは、わりかし売れてるやつで、印としてつけているんですが、あ、まだ赤いね。ちょっとまだ赤いです、うん、黒くなるよって感じだね、うん、ちょっとまあ、積みやね。これ多分この赤いのはね、ダメだと思う。うん、ちょっとじゃあ開けて、うん、明日はまだ赤いです。うん、まあ、赤いのは多分ね、黒くならんと思ってね。色はちょっと、うん、甘さは関係なく、色に関係なく、うん、続いてもう少し下についてひっくり寄っているです。あ、これは、うん、はい、これなんかもうちょっとしたら甘くなると思うね。うん、あとラブ西条応援特使の活動してて、どこか取材というかお話伺いに行けたらと思うんで、これご連絡ください。ちょっとまたご相談ですが、あ、ここは割れとる、うん、割れとる、うん、いやー、ほんと美味しくなったらめっちゃ美味しいんやけどな。あと1ヶ月で冷凍が1ヶ月、3週間ぐらい、うん、じゃあちょっと味も乗ってくると、うん、思うのですが、ねえ、うん、これ多分ね、ダメなの、これ、ん？これ多分ダメなの、これは。あ、うん、うわ、雨が多いねんで、今年はあれやね。去年と違うのは雨よけナイロンをまだ抜けていないというところで、どう変わってくるのか、はい、というのをちょっと、目がまた出よる。いや、水を吸収してしまうのは一緒ですが、いや、それラストね。全部赤い、一応先に入れたやつ見て売ってます。これがやけん、あれやろね、多分このやられとるのかな、これがやられとる、これやられとるのかな、これが。あー、やられてますね。アザミウマってこの前なんかフェイスブックでブドウの先生にアザミウマですよって教えていただいたりしました。これは割れやすかったりとか、うん、まあ、するんかな。そうやと思うけど、うん、はい、ちょっとベリーエはこんな感じです。また美味しくなったらご連絡します。チャンネル登録よろしくお願いします。